はよう。メイクを行うよ。やばいやばい、やかましいわ。ちょっとは2種類の下地を混ぜました。公演の時はハイライトを含めあまりキラキラさせないっていう、キラキラさせすぎると汗かくのになんかテカって見えちゃうから、公演に出るときはラメをあんまりね、ここら辺にハイライトとか塗らないし、下地にラメが入っているものは使わないっていう決まりがあるんですけど、今日はおしゃべり会なのでキラキラの下地使っちゃいました。よし、
ところ忘れ物。ないと思うけど。お菓子は。ちょっとさ、あのごめん、夜も配信するからさ、もし誕生日の方夜来て、今は無理ごめん、今日今あの朝しか来られないっていう方だったらちょっと後でめっちゃ急ぐ。グミね、持っていきたいよね。わわわ、待ってくれ待ってくれ、めっちゃパウダーついちゃった。マジでさ、急いでるといいことないよ。今日は現場にちょっとしかメイク道具を持っていかないっていう目標。
はいよー。なんか海行きたい。今日海に行きたい気分。ちょっとさ、いう海からおしゃべり会やっていい？そんなことできないけど。しかも今日ジャージカニマイグルってカニのかぶり物とか言ってる。海、なんか無性に海に行きたくなる時はあるよね。ゆな海の女だし、海の女というか海派の人だから。でも今年海行ってない。すっごいバキバキって言ったよね今。手首折れた？折れたか今。
日はカニになる、カニになるっていうかカニの被り物をするから、だから清楚に行きたい。意味わかんないけど本当に感覚がおかしくなってきてるよね。カニの被り物被るから今日は清楚に行きたいって意味がわからないけど、清楚なメイクがいいな今日。よし、いい感じ。いい感じである。カニは清掃だけに、清楚に。ああ、上手。よし、間に合いそうだ。こんなだらだらしゃべりながらメイクしてるけど、ちょっととりあえずアイシャドウ終わったら朝ごはん、朝ごはん食べてないから鼻水が出る。
鼻がよれた。鼻。今日は何部から？二部から。本日二部からでございます。アンナちゃんと一緒なのに配信してくれてる？あ、うん、あの子はね、言っとくね、配信しなって。私はね、もうすーぐ配信しちゃ、したがるから。おー、いい感じ。まつげー、明日からイベントなのでたくさん配信、まあ確かにね、頑張って。ゆうなんて1日3時間とか超余裕だけどね。みんな待って、ウォーキング、ゆう今日ウォーキングしようかな。会場まで？会場までじゃない。あの、おしゃべり会終わって。おしゃべり会終わって、帰ってきてから夜の配信して、それで、歩こうか。
夜中しか動けないの。日中のウォーキングなんて全然楽しくない。ちょっと待って、ちょっと待ってて。いい、いて。よいしょ。そしてジャージカニマイクルはツインテールしたいからストレートで。え、どうしよう、なんかちょっと腕痛いんだけど、あのさっきの折れたんじゃなくて腕が痛いからちょっと一回関節を鳴らしとこうって思って鳴らしたんだけど治んない、腕が痛い。夜中歩きながらなんかのミュージックビデオ見たいとか思いながら歩く。あ、そうそうそう、正解はエキセントリックみたいとか。やったことないわそんなこと。音楽聴きながら歩くの？もちろん。マジ何もなしで歩けない。言うわ、途中でコンビニ立ち寄ったり。ないですね、コンビニがあるところを歩きません。
怖くない？何が怖いの？え、何怖いって？なんで音楽聴いてたら怖いの？治安？はあ、え、怖くない。めっちゃ暗いよ、めっちゃ暗い夜道を音楽聴きながら一人で歩いてる。マジやばいよね。やばいと思うんだけど、その客観的にやばいとは思うけど、ポケは別に大丈夫。え、ちょっと前髪浮いてんだけど、どうしたらいい？やばいよ、こんなこと言ったら KMT みんなポキのこと好きで過保護だからちゃんと明かり持ってくんだよとか、早く帰るんだよって、言ってくる、絶対言ってくる。あ、今日ダメ、前髪後で濡らそう。ごめんけど私スタンスは変わらないから。誰にも会いたくない。あ、やけどはこんな感じです。では壇上を読みたいと思います。ちょっと今日前髪おかしいわ。寝たら浮いた、別れた。キャー。13位かおさん、ありがとうございます。12位あかりちゃんさん、ありがとうございます。11位かじぽんさん、ありがとうございます。10位すいずみゆさん、ありがとうございます。9位くにさん、ありがとうございます。8位とあさん、ありがとうございます。7位音速の貴公子さん、ありがとうございます。6位あべべぽきさん、ありがとうございます。5位ひよりげたさん、ありがとうございます。4位ディーヤマさん、ありがとうございます。3位ゴンちゃん、ありがとうございます。2位かおるこさん、ありがとうございます。1位とまおさん、ありがとうございます。今回もたくさんコメントギフトありがとうございました。全部読めなくてごめんね。それではおしゃべり会楽しもうね。バイバイ。また後でね。ごきげんよう。